子供もいるし、なかなか外に運動する時間がない。けど、ダイエットのために運動はしたい。今回は、そんな悩みを持つあなたに向けた動画になります。こんにちは。食欲コントロールダイエット協会代表理事の富永です。このチャンネルでは、ダイエットに関する有益な情報を定期的に配信していますので、よければチャンネル登録お願いします。今回は、自宅でおすすめダイエット器具3選というところで、家にいてできるダイエットにおすすめな道具を3つ紹介します。具体的な内容として、まずはじめに外出が減ると太る理由というところで、なぜ外に出なくなると太るのかっていうところのメカニズムについて解説します。その上で、外に出なくても家の中で使えるダイエットに有効な道具を3つ、使い方も含めてそれぞれでおすすめする人、使い方、値段について紹介していきます。なので、もし今あなたが、私って運動不足なんだけど、これから運動しよう、私って運動不足だ、もしあなたが外に出る機会少なくて運動不足けど外に出るのってなかなか難しいと思っているのであれば、今回の動画を必ず最後まで見るようにしてください。今回紹介する3つの道具っていうのは、専業主婦の方はもちろんのこと、自宅で仕事をしている人にもものすごくおすすめできるものです。また今回の内容で分かりにくかった点や疑問に思うことがあれば、ぜひコメントいただけると嬉しいです。では早速内容の方に入っていきたいと思います。まず、なぜ外出が減ると太るのかっていうところなんですけど、おそらくイメージされているのは、ここにあるように消費カロリーが減るっていうことです。当たり前ですけど、外に出て活動する時間、歩いたりとかする時間が減れば、その分だけ家にいてじっとしているので消費カロリーは減ります。しかも筋肉も使わないので筋肉も衰えてしまいますので、それによって消費されるカロリーっていうのはものすごく低くなってしまいます。一般的なイメージはここが大きいんじゃないかなっていうふうに思います。ただ実際はですね、外出が減って消費カロリーが減ると食欲が落ちてきて食べる量も減るので、実際は太らないんですね。ただ実は運動量が減ってくると人間っていうのは食欲が乱れて食べ過ぎてしまいます。でこれ何かっていうと、運動しないことによって自律神経のバランスが乱れてしまって食欲が崩れてしまったり、あとは運動によって作られる食欲を抑えるホルモンってのが少なくなってしまうので、それによって食欲が乱れて食べ過ぎてしまいます。運動したらお腹すくってイメージがあると思うんですけど、実は運動しなくてもお腹ってすくんです。家にいたらなんとなく食べたくなって食べてしまった経験ってあると思うんです。あれは運動不足によって食欲が乱れてしまって食べ過ぎてるわけです。また外に出ないとストレスがやっぱり溜まってしまって、それによって食べ過ぎてしまう、ストレス食いを起こしてしまう可能性が高くなります。さらにさっき話したように、運動をすることによって心肺機能とかに負担をかけてないので、その分だけ自律神経が弱くなってしまうんですね。で自律神経っていうのは食欲や代謝をコントロールしています。なので運動不足によって自律神経が乱れてしまうと、さっき話した食べ過ぎが起こるだけじゃなくて脂肪の燃焼っていうのも起こりにくくなってきます。そしてさらに、自宅に長い間いる人っていうのは座ってる時間が長い傾向にあります。座っているとどんどん姿勢が悪くなってしまって、それによってスタイルも悪くなりますし、足の余計な筋肉とかに負担がかかりやすくなってしまって、それによって足が太くなったりもします。なのでこのように様々な理由で外出が減ってしまうと太りやすくなってしまうんですね。外出が減ることによる問題点は大きく分けて2つです。1つ目が運動量の低下です。そして2つ目が座る時間の遠心化です。なので自宅にいながらも運動量を確保して座る時間を減らすような工夫をすれば、外出できないことによるデメリットってのは解消することができるんです。それを解消するためのおすすめの道具を3つ紹介いたします。まず1つ目はスタンディングディスクです。この写真にあるように、高さが調整できる台で、そこの上にパソコンを置いたりとか、何か書くときに紙を置いたりして作業ができるようになってるんですね。なので座る時間を減らすことができるっていうことになります。おそらく自宅でパソコンを使って仕事をしたりしている人っていうのは、長時間座ったままパソコン作業をしてしまうわけですね。あとは論文を書いたりとか、何か座って長い時間作業をしている人っていうのは必然的に座る時間が長くなるんです。それをスタンディングディスクを使うことによって座る時間を短くすることができます。ちなみに私もこのように基本的にパソコン作業だったりとか、あとは誰かと電話をするとき、何かを書いたりするとき、本を読むときっていうのは基本的にスタンディングディスクを使って立って作業をしてます。本当にこれだけでかなりダイエット効果が高くなります。なので、まあ専業主婦であれば机に向かって座って長い時間作業する人は少ないかもしれないですし、しかも結構邪魔になるのでいらないとは思うんですね。ただ家でずっと座ってパソコンで仕事をしてるとか、何か自営業をしてるのであれば、このスタンディングディスクは必須だというふうに考えています。でこのスタンディングディスクですね、値段もだいたい1万円から2万円ぐらいでいいのが買えます。私が使っているように机の上に置いて高さを調整できる、持ち運びもできるようなやつっていうのは、これは1万5000円ぐらいであります。良さそうなものは概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひ見てみてください。2万円以内で毎日座る時間を減らすことができて、しかも何年も使えるって考えると、かなりコスパはいいと思います。
下手なダイエットサプリを買ったりとか、ダイエットプログラムに参加するよりもスタンディングディスクを買って座る時間を減らした方が確実に痩せます。そして2つ目がステッパーです。ステッパーっていうのはこんな感じで立って乗って足踏みをするような機械なんですね。で、私もこれかなり使ってるんです。さっきのスタンディングディスクと合わせてステッパーをすることによって本を読みながらステッパーをすることができます。ただ注意点は、パソコンはステッパーをしながらするのは難しいです。テレビを見たりとかスマホ触ったり本を読んだりする場合っていうのはこのステッパーに乗ってやることができますので、何か追加で運動の時間を増やさなくても、もし今あなたがテレビやスマホの時間が30分から1時間あるっていうのであれば、その時間にステッパーを踏むことによって運動不足っていうのは解消できます。しかも座る時間も減ります。こうしたちょっとした工夫をするだけで本当に高いダイエット効果が得られますので、これは本当におすすめです。しかも値段も5000円から1万円ぐらいで買えるんです。5000円から1万円で毎日運動ができて痩せて何年も使えるってものすごいコスパ高いですよね。ネックは保管する場所がちょっと邪魔だなって思うことはあるんですけど、そこさえクリアしてしまえばこのステッパーを買わない手はないです。で、散歩をしている人とかもいると思うんですけど、散歩って雨が降ったらできないじゃないですか。ステッパーのいいところって天気の有無に関わらず継続してできることなんですね。なのでもし今運動を始めようと思ってるんであれば、ジムの1ヶ月分の料金ぐらいで買えるわけです。それがしかも何年間も使えるって考えるとものすごくコスパが高いですので、ぜひ購入を検討してみてください。ステッパーに関してもおすすめを概要欄にリンクを貼ってますので見てみてください。そして3つ目がストレッチポールです。ストレッチポールっていうのはこの画像にあるように1本の筒状になっている棒なんですね。これを背中の下に引いてこの上で寝ることによって背骨の柔軟性を高めることができます。やり方に関してはおすすめの動画を概要欄にリンクで貼っていますので、ぜひ見てみてください。ストレッチポールに関しては例えば肩こりがあったりとか腰痛、あとは頭痛があったりとかですね、背骨の硬さによって体に不調がある人にはものすごくおすすめです。姿勢を良くする効果だったりとか、背骨を柔らかくして首周りの筋肉を柔らげる効果がありますので、肩こりや腰痛の人にはものすごくおすすめです。また睡眠トラブル、眠りが浅い人だったりとかスムーズに寝れない人などはストレッチポールによって体の緊張をほぐすことで睡眠の質を高めることができます。特にストレスがあると背骨ってのは硬くなりますので、ストレスがある人ってのはこのストレッチポールを毎日5分から10分でもいいので乗ることによって睡眠の質とかを上げることができます。しかも背骨が柔らかくなると足の無駄な筋肉、ももの前だったりとかももの横、下半身太りを作るような筋肉にかかる負担が減りますので、可能であれば朝からストレッチポールに乗って背骨を柔らかくして1日の中で足の無駄な筋肉に負担がかからないような状態にすると足痩せ効果も期待できます。でストレッチポールに関してはだいたい5000円から1万円で買うことができます。もちろん中には1000円とか2000円とかで売ってあるやつがあるんですけど、1000円とか2000円のやつは実はあまりにも硬すぎてあんまり良くないんですね。私がおすすめするのはだいたい5000円以上のものをおすすめしています。またストレッチポールのおすすめのものに関しても概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひチェックしてみてください。このようにですね、自宅で運動するのであればスタンディングディスク、ステッパー、ストレッチポール、この3つだけで十分です。筋トレしなくていいのって思った人がいると思うんですけど、筋トレってのはですね、負荷量の問題、フォームの問題、回数の問題で逆に体を痛めてしまったり、筋肉の張りで足を太くしてしまったりとかですね、そういう風なリスクがありますので、運動をまず始めるのであれば最初はこういう風なことからやっていくことをお勧めします。何よりも自分の生活の中に溶け込ませることがものすごく重要なんですね。スタンディングディスクやステッパー、ストレッチポールであれば生活の一部として組み込んでいって習慣にすることができますので、ぜひこの中で自分に合いそうだなと思ったのがあれば購入してみてください。はい、今回の内容は以上になります。お疲れ様でした。この動画が役に立つと思ったらぜひいいねボタンをお願いします。また内容で分かりにくかった点や納得いかない点があればぜひコメントいただけると嬉しいです。他にもこんなものもあるよっていうのもあればコメントで教えていただけるとありがたいです。YouTube 以外でもダイエットに関するメルマガ、腸活に関するメルマガ、2つのメルマガをほぼ毎日配信しています。こちらも読んでいただけるとダイエットに関する知識がより深まりますので、ぜひ登録してみてください。また Twitter やインスタなどの SNS でもほぼ毎日情報発信していますので、こちらもフォローお願いします。メルマガや SNS の情報に関しては概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひチェックしてみてください。ではまた。